お、なんか怖い悲しみの BGM が鳴っておりますな。お、象のてっぺんに脳みそがある。作業の脳みそ、なにそれ。道具を扱えるようになる。そもそもお前道具扱えなかったの？あのなんか水をいけるようになる道具を作るんだろうな。猫に自由を学ぶ。豚になったら嫌だ。今夜はまだお昼。ダメだこりゃ。なんだ、猫に小判、豚に真珠、今夜は山田かな。なんだろう。あそこに脳みそあるな。また脳みそをゲットできるようにならなきゃいけないと。あ、やりばっか。これを、装備で、使えるようになるんじゃない？やりばっか。おい、使え！やりと弓がある。あー、まあ、先にこれは、これだな。紙とペンだ。これを使えば、筋道を立てられそうだ。ただ、その脳がない。参ったね、こりゃ。おい！僕は試すことにした。もう一度だけ、最後に信じてみる。女神様がチャンスをくれたんだ。あいつもまだね、主人公を見捨てたわけじゃないんだ。お、来ましたね。猫に小判、豚に真珠。今夜はサタデーナイト。また一つ賢くなった。いや、今夜はサタデーナイトのみちょっと違うよね。ちょっとそれだけことわざではないけど。これで、猫に小判、豚に真珠。今夜は、サタデーナイト。やったわね。取っていいわよ。消えた。思考の脳みそ。来たー。漢字さえ使えばもう完璧な脳みそなんだけど、帰ってきてもらう必要ないぐらいの脳みそなんですけどね。これで、装備をさ、思考の脳みそ、筋道を立てれるようにする。おい、おい、あれ、なんで装備したじゃん。これを使えば筋道を立てる。ただその脳がない。えぇ、どういうこと？合体しなきゃいけないってこと？読むかつ合体が必要。ちょっと帰れないじゃん。完璧な脳みそを示せ。マジか。あれはなんだ？本が引っかかってんのか？これで道具をさ、使って、取れるようになるみたいなこと？ちょっと、ダメか、筋道を立てないとダメなのかなぁ。あ、もう戻れるわ、こっから。すいません。いやー、レトルトの脳みそもいつ帰ってくんでしょうね、本当に。いやー、皆さん、もうツッコミどころ満載の動画でお送りしておりますけど。これで、とりあえず装備全部外そうか。くしゃみも出ます。来た！作業思考の脳みそ。作業と思考。すっごい器用になったと。じゃ、これを、装備しつつ、これで筋道立てれるのかな？よしよし。これで、紙とペンを使う日が来るなんてね。さてさて、あの本を取る筋道を立てますか。まずは、矢を手に入れる。で、本の前に行く、矢を打つ本が流れてくる。どうよ、最後のシナリオじゃね。早速実行だ。オッケー。まず矢を。弓矢を手に入れて、そこの場所に、ん？あ、弓も必要なのか。あれ、弓は？あ、弓は、装備が必要なのかな？じゃあ。あれ？あ、こっちか。弓矢を装備して、撃つ！そやー！よー、完璧！よくあれ、うまくいったな。これを、読めるようにするために、これを合体する脳みそが多分、合体して最高の脳みそを必要なの。思考の、史上最高の脳みそをね。きたー！これで、合体でしょ？すべての脳みそ。よし。これで、サマシーちゃんの元に脳みそが帰ってきますね。よし。料理じゃない。完全体の脳みそ！これはすごい。
これはセルもびっくりなぐらいの完全体ですね。これぞノーミス。うおお上がるねー、攻撃力も上がる。まあ、そらいろんなアイテムとか装備とか使えるようになったわけだからね。さあ、行きます。完璧なるノーミスを示せ。ほらよ、これでいいんだろ。よろしい。さあ、行きましょう。帰ってくるかな。あ、めっちゃ穴ある。え、なにここ。広いな、なんか。広いけど、特になんもないのか。え、この水路が、この水路がなんか文字になってる、あ、巣に見える感じもちょっとするな。あ、なんかこれ、なってんのか。ペケ D。ペケ D じゃない。D の逆。なんだ、まだ謎解きが必要なのか、これ。お。ん、何何、頭が空っぽの方がいいこともある。例えば、シワのない脳みそなども案外せがたいか。やかましい。ん、なんか掘ってある。わわこ。あ、シワのないね。じゃあ、わとしを読まない。この、部屋。で、も、でも、と、このち、この部屋でもっと、大、き、大きな、も、じ。この部屋でもっと大きな文字。最も大きな文字。頭が空っぽのやつのみに押せる入力装置か。だからやかましい。じゃあ外さなきゃいけないのかな。この部屋で最も大きな文字を探すんだな、とりあえず。よし、オッケー。X、D、ス、7。この部屋で最も、M、T、T かな、あれ。あ、これでかそうだ。C の逆だしな、この水路が文字だったとしても逆だし。これ何の文字だ、これ。文字になってないよな、これ。じゃあこれは違う、あ、さ、これさだな、何気に。さが今のとこ一番大きいかな。ペケよりも大きい気がする。でも他にもなんかありそうな感あるんだよな。まあ、とりあえずどういう感じの入力方式かちょっと試してみましょうか。ほい。サカ？カタカナのサだっけ。これ F なのかな？建物全体。結構いろんなアルファベットとか試したんだよ。一応全部試したんだけど、ここの部分で、一応、でっかい F が一応できるんだよね。この左のとこの部分で。あとは、C とかも一応できるのかなと思って、この傾けた時に入れたんだけど違ったから、F かな。いや、これちょっとなんかでもね、形がいびつなんだよね。一応でもアルファベットがわざわざ入れられるってことは、アルファベットとかを使うのかなとは思ったんだけど、F。あ！でもちょっとなんか腑に落ちないな。嘘だよ、ちゃんとわかってるよ。多分そこが F なんだと思うんだけど、でもどちらかと C とかの方がいいんじゃないかって思うんだけど、今 F か。かった、でも、いけたらいいや。すべてはいけたらいいや。来た！見つけたぞ、脳みそ。よくここまで来られたね。すげえだろ。あたし賢い。脳みその使い方だって覚えたぞ。全部見ていたよ。他の脳みそを使うなんて、嫉妬しちゃうな。お前が逃げ出しただからだろ。ま、つまり私は脳みそが使えるようになったってことだ。言い換えれば、私は脳みそが使えるようになったってことだ。ん？それ、言い換えになってないよ。本当に使えるようになったのかな？
細かいことは気にするな。で、使えるようにはなったんだが、それでも私はあんたを使わない。え、なんで？どうしてだい？拾った脳みそを使って分かった。あんたは普通の脳みそとちょっと違う。ウィッシュしてるし、なんかもう服装もだいぶ変だしな。私とは別の意志があって、感情があって、勝手に逃げ出したりするような、私より馬鹿げたやつだ。もうお前はいらないと。だからあんたは、私の道具じゃダメだ。サマシー。友達でいいよな。サマシー！脳みそ！いや、これから名前が必要だな。お前は、これから、え、何すんの？脳みそだ。変わってない！いや、もう突っ込みが、ない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 。ない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 。いやー、あ、あー、なるほど。はい、ということで、クリアしました。すっごく、もうこの画面を見たらわかるけど、すごく頭のね、良くない、このゲームタイトルにぴったりの、脳みそ家出中っていう、感じのゲームでしたね。いや、もう脳みそ確かに家出してる。はい、ということで、でもすげー明るいゲームで良かったですね。まあ、脳みそ装備するっていう、装備品が脳みそっていう、とこもなんかちょっと斬新だったかな。パッと、クリアできる感じなので、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。てことでね、脳みそ家出中は、続編があります。そして、続編もあるので、まあ、やってみようかな。まあ、言えば、ちょっと脱出ゲーム的な感じなんですかね。まあ、続編が同じようなシステムを、搭載してるかわかんないけど、すごく面白いんで、いつかやってみようかなと思います。まあ、でも、なんだろう、脳みそが家出して、まあ、家出したらもう普通死ぬけど、まあ、家出したらでもいいけど、もうどんどん頭が悪い画面になっていくね。なんでこいつは脳みそ、家でできる脳みそなんだっていう話も、まあそれが変わった脳みそってことなんだろうけど、でもね、なんだろう、完璧な脳みそっていうものをこいつはゲットしたから、サマシーちゃんゲットしたから、まあそれを、まあ、装備して生きていけば、いいんじゃない。やばい、もう、あ、続くかも。やっぱ、こうやって続きは、あれだね、示唆されてたんだね。はい、ということで、フリーゲーム脳みそ家出中でした。大変頭の悪いゲームでした。褒め言葉です。ということで、脳みそ家出中続編もありますので、いつかやってみたいです。